琉球王国、第二直し王党第七代目の国王。王家文家である、五六五天三世、昭唯、与那佑王子朝佐の長男で、昭栄王の娘婿。同名は思え金。苦号、ひ松和つ辞典。全国王の昭栄王には、男子がなかったため、五六五天四世の昭恵王が後を襲った。なお、この時代は、後世の五天という概念は、 まだ未発達だったと考えられ、その本拠地から、少寧王一族を、小西王の家系に対して、浦添直屋と呼称する文献もある。少寧在位中の1609年に、薩摩藩の島津市に侵攻され、降伏した。以後、琉球は、日本と民の二カ国に領属することになる。少寧王は、薩摩藩によって、江戸に連行され。 正意大将軍の徳川秀忠に越見、後に琉球に戻った。慶長18年、薩摩藩に天見軍島を割上した。第二直しの両母は玉見捧ぎであるが、少年王は浦添用どれに葬られているとされる。このことについて、薩摩の信仰を受けたことをはじめり王家の両母に入らなかったとも言われるが、これは俗説で、実際は自らが生まれた。 裏添えの地に戻ったものである。上里隆史、龍飛、戦争1609ボーダーインク、2009年、109ページ、参照。ありがとうございます。